今回は毛量が多い方におすすめなヘアアレンジをご紹介していきます。表参道の夏夜ヘアスタイリストの田野が解説いたします。今日のアレンジはもっさり頭になってしまう方におすすめなヘアアレンジです。今日のポイントの一つ目はすっきり見せてくれるブロッキング分けの方法。二つ目は髪の毛が硬く多く太い方でも髪の毛の収まりを良くしてくれるゴム2本使いの髪の毛の結び方です。最後までご視聴いただけると嬉しいです。毛量が多く髪の毛が硬かったり太い方におすすめなヘアアレンジをご紹介します。まずはいつも通りのポニーテールを見ていきましょう。髪の毛が多い方はただ1本のゴムで結ぶとやぼったいポニーテールになってしまって不安定なポニーテールになってしまいます。続いては毛量の多い方のおすすめアレンジです。すっきりまとめるため耳上の部分だけを分け取り、まずハーフアップに結んでいきます。髪の毛が多いので分割して結ぶことですっきり止まり綺麗に見えてくれます。表面から数本引き出し、硬い髪質でも柔らかさが見えるようにルーズ感を出していきます。続いて下の余っている髪の毛と先ほど結んだ髪の毛をまとめて一つに結んでいきます。この時なるべく持ち上げすぎず低めな位置で結び、髪の毛を結び終えたら結び目を締めておきましょう。さらに残りの髪の毛を半分に折り結んでいきます。この毛先の部分がお団子になりポコポコが3つできていたら完成です。立体的になるようにいろんな方向から引き出し、綺麗な丸になるように仕上げていきます。髪の毛が硬く多い方は最後のお団子の部分が跳ね返り取りやすいのでゴムを二重にしておくことがポイントです。最後は飾りをつけたり全体のバランスを見て引き出して仕上げていきましょう。髪質が硬く髪質が多くても動きのあるヘアアレンジで柔らかさを出していきました。無理にポニーテールだけで仕上げるだけではなく、このように分割して髪の毛を結べることでギュッと結べて崩れにくいという利便性もあります。ぜひ皆さん試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になったなと思っていただきましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。